は。こんばんは。日焼けしてないでしょ。はい。ドラゴンクエスト10初代初心者大使、初耳メアリでございます。この時間に単独とは珍しい。単独以外でなんかあんの？他の人とやったことあったっけ？はい。というわけで、約2週間ぶりくらいですね。先週はちょっと、やろうと思ったんですけど、いろいろあってちょっと断念しまして。はい。2週間ぶりくらいかなでございますが、ちょっとね、今日も諸事情があって、長時間ができないので、まあ何をしようか考えたところ、まああれを、ためにためた、あれをやろうと思います。1時間くらいしかちょっとできないんですけど、ご了承くださいませ。そう、あれやるんだよなぁ。天の日はインしました。昨日、そう。それでさ、なんかツイッターで、今日は天の日ですよって、こう歩きながらツイートしようと思って、何度も、みんな、今日は天の日。みんな、今日は天の日。って打ってて、天の日まで打つと必ずツイッターが、なんか、落ちちゃう。っていう現象が起きて、すごい天の日だよってみんなに伝えたかったのに、もう20回ぐらいやっても天の日でもうツイッターが落ちるから、もう昨日は断念しました。なぜか。他のツイートはその後できたんですけどね。日まで打つとね、絶対落ちるっていう謎の現象が昨日起きたんで、昨日はちょっと、そう、ツイートできなかったんですけど、何があったのか。はい、というわけでですね、やっていこうと思います。そう、あれですね、ためにためたあれですね。今日鼻声そうでもないと思うけど、ちょっと体調がね、万全ではないのがあるかもしれないですね。はい。というわけで、もうログインは済んでいるので、あちらに移動したいと思います。お、めっちゃ久しぶりにメアリの放送見に来た。嬉しい。いつぶりでしょうか？まだ太っていた時でしょうか？あれ？広告。今さ、ショートヘアの天使の D910 であれをする放送。ありがとうございます。部屋が変わってるっていう、あ、じゃあそんな昔の情報？髪が長かった？すげえ前じゃん。私の部屋じゃないもん。ここはね、ドラハって言ってね、ドラクエの初心者大使の、あれです。部室みたいなとこです。はい。アンキモさんがご用意してくださって、そう。配信するための場所として貸し出していただいております。なんか、あれをするって広告すると、変な感じに聞こえる。はい。じゃあ、ちょっと移動しますね。そう。あ、そうか。旧いぶきて。いぶきちゃんが前に使ってたとこですね。下手したらいぶきちゃん知らない可能性とかもある。あ、広告は広告。お、おたまさん。おすすめの生放送です。見に来てね。ありがとうございます。はい。というわけで、移動します。ミガルラストン。お、428をやってるって言ったじゃないですか。タマーはとっくにもう終わりまして、もう、私、一つのエンドを迎えました。428封鎖された渋谷で。いやー、超楽しかった。いや、でもね、一個エンドを迎えたんですけど、多分これまだちょっと楽しめるなっていうところにいるので、もうちょっとやり込みをしようと思います。めちゃくちゃ楽しかったです。はい、超面白い。この間、ファミ通さんの
なんかのランキングで2位になってるって、2位になりましたって石井さんがツイートしてて、結構前の作品なのにすごいなーっていうね、あれがありますけど。ドコパレライブ2って動画見たんですが、可愛すぎでした。なんだ？ドコパレライブ2ってなんだ？過去の、なんかかな？世にやっちゃ集会が基本、やり方とか聞いてないから基本的にわかんないんですけど、なんかまだまだ楽しめそうだな感があるんですよね。あれ？ D 級点キャプチャー。あ、これしか、いつもニコニキのなんかが出てきちゃう。これに、違うの、これをし、あ、広告ゲストさんたまったあれをあれします。見に来てね。ちょっと怪しい感じじゃん。ありがとうございます。はい。何枚持ってるんでしょうね、私。いや、だから今日本当にただひたすらにそれを、あれをあれするだけの放送なんで、もう皆さんあまり期待せず、なんか本当にながら見で見れる配信だと思って、ラジオ感覚で聞いてもらえれば。と思います。おお、かわいい。本当にテレビ見ながらでもいいですし、他のニコ生見ながらでもいいですし、もうなんだこれ、ポジションが合わねえ。なんか自分でドラクエやりながらでもいいですし、ポジションが合わねえ。なんだこれ、これいっか。こんな放送がランキング5位にランクインしました。ありがとうございます。48はタイプムーンアニメ。それよくわかんないけど、多分ね、それらしきものは見たよ。まだでも全部やってない。れのポジションはあれとかやめて。ひたすらあれの配信なんで、皆さんもちょっとあれして、あれしていい。あれであれしていい。くだせい。ドラクエやりながらでいいんだ、ほんと。むしろドラクエやりながら推奨。まあ、あれといえばあれですよ。ご存知。あれですよ。こんばんは、久々に来ました。ネットの記事見ましたよ。ありがとうございます。お、広告 DPV 新聞社さん。美人なお姉さん、初見みさんがあれをあれして、あれの配信中です。ありがとうございます。なんかちょっと気になって見に来たくなる感もあるよね。あれ、あれであれって言われるとね。いい広告ありがとうございます。いや、バンされない。ありがとう。はい。これですね。あ、これじゃないか。あ、ん？違う、これこれこれ。お久しぶりです。あ、これ配信してること気づいてないかね。リーサです。もちろん覚えてます。配信。あ、広告のまさん。DQ10 初心者大使、初見メレさんが、あれをあれして、あれをする？ ありがとうございます。ごめんね。配信していて。はい、というわけで、はい。福引きをひたすらに引く配信でございます。イレブンにメアリ出て、出てる？え？イレブンにメアリーなんてキャラクターいた？よいしょ。よいしょ。では、参ります。始まった。荷物整理。
はい、というわけで試練をやったばっかりだったんでいっぱい溜まってた荷物が。はい、広告広告。今さん、ショートヘアの天使があれで、あれして、あれれのれ。ありがとうございます。ストーリーはもう全部終わってますね。よし。あ、こっちじゃないの。ちょっと売ります。ちょっと荷物整理していきまーす。福引き終わってない。これから。荷物がいっぱいだったんで。今日は本当に、長闇で。あ、広告広告。リンさん。あれの配信はこちら。ありがとうございます。そう、工事も鑑定しないと。サクッとね、もう柔らかうるもん、ここでいいでしょ。オーブはダメ。スライムジェネラルが値上がりしていると？最初に主人公と儀式に行く女の子の名前がメアリー。はい？そうだっけ？メアリーって子いたっけ？まあ私はメアリーなんですけどね。こう、8、9。はい、あと鑑定して終了。少々お待ちを。お、広告。な、広告たくさん。ありがとうございます。DPV 新聞社さん。新谷大玉田の214アネモネ声優のあれがあれで、あれ、あれがあれして、あれな配信。ありがとうございます。あ、聖夜くんさん。もう、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。イレブンもデコ姫って名前でやるの？あのね、主人公が男だとデコで、女の子だとデコ姫って感じ。いつも。何やるのも。だから私は、ロコパレはデコ。何しようとしたんだっけ？あ、何しようとしたんだっけ？忘れちゃった。あれ、マジ何しようとしたんだっけ？ん？あ、そうそう、思い出した。広告だ。お、ま、広告結構来てるな、今日。月末でもないのに。そう、広告が続いたから。2位、マジか。タカシーさん、あれをあれする前に、あれだったので、あれからする配信です。ありがとうございます。せいやくんさん、初代初心者大使のメアリちゃんが今からあれします。必見です。やばい、ハードルめっちゃ上がってる。ただあれするだけの配信なのにめっちゃハードル上がってるよ。はい。はい、というわけで荷物整理終了。428が2位になったんで、久々にファミ通買ったわ。お、マジか。そうみたいなんですよね。すごいですよね。よいしょ。今日もお美しいですね。ありがとうございます。今日、福岡で陽介さんに会いました。つくものイベントでメアリさんに会ったのが2015年夏で、そんなに経つのかとびっくり。おー、マジですか。そうですよね。今日、陽介さんたち、福岡に行ってらっしゃってるから、行ってらっしゃってる。そうですよね。それはそれは。そうか。つくものイベントで福岡行ったのってもう一昨年なのか。早いなぁ。早いですね。いや、ほんと早いな。エイトの実況のキャプテンクロウ見ました。パフパフね。カズくんがやらかしたあれね。パフないね。
はい、では10連いきますね。30超えるとさらに速くなるぞ。マジか。私もでもアラサーですからね。今年27ですから、もう30も手前ですよ。はい、まあこんなもんっしょ。まあまだこんなもんっしょ。まあ結構お金になりますからね。まだ若いよ。もうね、うわ、真っ白白に、目に優しすぎだろ、これはいくらなんでも。真っ白白にグリーンに合うってどんだけ目に優しいんだよ。驚きの白さだよ、ほんとに。はい、和骨です、デコって。目に優しいよ、ほんとに。お!これなんだっけ、これ。これ何?スライムジェネラル来たよー、ウィーフーフーフー。みんなが高くなったって言ってるから、どうしようかな、売っちゃおうかな、売っちゃおうかな、売っちゃおうかな。でもスライムジェネラル実際まだ全然揃ってないんですよね。全然ないから、いや全然完成とは程遠いですから。大使に結構届きましたね。え、スライムジェネラルは17万、2万台。え、そんなどういうこと、そんな、あ、エスキラマが2万台、なるほどね。え、今結果見てなかった。あ、1位ありがとうございます。そして広告、ハローさん、噂の美人声優の放送です。疲れを癒しに来てね。ありがとうございます。なんか広告割とたくさん来るんで、またじゃあ、ちょっと番組後半に、読まさせていただきますので、皆さん、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいでございます。何出た?これは大したもの出てませんね。チャンネルはそのままでお願いします。今日はそんな長くやらないんで、9時過ぎまで、いやもう8時45分か。もう一枠くらいしか、いや、え?今出なかった?え、なんか普通にエポチ連打してたんだけど、来たよね今。やばない?番組がすでに、今日短時間の配信というのにすでに山場を迎えました。うわー、持ってるわー、持っちゃってるわー、山場を迎えたわー、ふぅーふぅーやったぜ。60万なの?うわー、高いうちに言って、後で安くなってから買って戦いに行くっていうのも一つの手だとは思いますが、どうしよっかな、どうしよっかな。ねえ、それが一番。やっぱ今は売りですかね。今は売りですかね。この時期は。まあ、いつ買えるようになるかわかんないけど。いやー、これは嬉しいね。もう一枚ぐらいいっちゃおう。もう一枚ぐらい。もう一枚いっちゃおう。いや、全然完成してないです。最近のアクセは全然まだ完成してない。やったわ。スライムジェネラルからも、来ちゃいましたよ。これはやっぱ日頃の行いですね。皆さん、日頃の行いよ。わかる?お分かり?うわ、目に優しい。これでも最初にめちゃくちゃ目に優しい色続いてたから、
逆に、すごい悪いこと続く方がやっぱね、いいこと起きるよ。あ、なんか、めっちゃ広告来た。ありがとうございます。ちょっと、広告、絶対読みますんですけど、読みますんですけど、いっぱい来ちゃってるので、番組後半にまとめて読まさせていただきますので、ぜひ、最後まで、今日はそんな長くやらないんで、最後まで見ていただけたら、9時過ぎ、9時15分とか、ぐらいまで、です。ぜひ最後まで見てください。いやいやいや、さすがに初期の方は結構完成してるよ。バトちゃんも確か完成してるし、トサリ、あれあれあれ、バラモス、もちろんバラモス。初期のはほぼ完成してます。ただ最近のはまるで完成してないの。あ、マオのネックレス、マオのネックレス。やっぱね、最近ね、思うけどね、さっきもそうでしたけど、最初にめちゃくちゃ白白白白黄緑みたいな感じだったじゃん。やっぱね、あれですよ。人生は、嫌なことが、すごい嫌なことがあった後は絶対めちゃくちゃいいこと起きるし、平凡だったらその先も平凡。だから苦労すれば、きっと、その分、経験も増えて学ぶことも増えるし、いいことがその先にたくさんあるって、この福引きは、この人生を私たちに教えてくれていると、私はそう思う。そういうことです。ドラクエってすごい。やっぱドラクエって人生だね。この後苦労かって言ってる人、あなたはね、分かってますね、よく。まあ、先ほど私にはだから、美味しい思いをしてしまったんで、ちょっとしばらく苦労が続く。おっ苦労が続くかもしれない。あ、でもこれは違うわ。これはあれだよ。え、これエスキラ？はい！ごめんなさい。ちょっと、いいことが起こりすぎちゃってるみたい。ちょっといいことが起こりすぎちゃってるみたい。きっと私の人生最近嫌なことがあったんだわ。そうね。確かに最近ちょっと嫌なことがあったかもしれないわ。噛んだわ。あら、あと5分じゃない。延長するわ。延長しました。メンヘラだなんて失礼だわね。まったく。はい、延長。きっと私はたくさんの苦労をしたんだよね。あら、あら、おかしいわ。とっても目にお優しいのね。まあしょうがないわ。先ほどあんないい思いをしてしまいましたからね。いい夢だわ。私はね、でもこういうこともポジティブに捉えられるのよ。ほーら、目に優しい。ほら、目に優しいことをマイナスになんて捉えない。これもいいことなんじゃない？あら、ちょっと刺激的な色が増えたわね。確かに最近、まあ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 だったんで、ちょっとぐらいいい思いをさせてくれてもいいと思うわ。うん。はあ。いいね。私はこんなことでは動じないもん。
こんなことでは動じないの。笑っちゃう。さっきから青と白と黄緑と紫しか出てないじゃない。でもこんなことでは動じないの。だんだん無言になってきたんじゃないとか思い、そんなことないな。別に輝かしい色が出ないからって無言になってるとかそういうんじゃないの。どんどんテンションが下がってきたとか思ってるあなた、何か勘違いをしていらっしゃるのでは。つうか青多くね。つうか白多くね。つうか黄緑多くね。青と白と黄緑しか出てねえよ。ねえねえ、見ろ。俺の。ガスマン。なんで人が出るぞ。ガスイカンさ。さっきからや、さっきから見てるわよ。俺みたいな頭の色と、俺をちょっと薄くした色と、俺の心の中の色みたいな、そういうやつしか出てないんじゃねえな。でも俺な、俺がやったら、くんない、一発で毒と当ててやんだがんね。じゃあ、ゲスミンは相変わらず、ゲスミンのかな。ん？市場が何だって？市場が何だって？おいおい、青と白と黄緑と紫しか出ていないじゃないか。どうなってんだこれは。おっ、来たよ、スライムジェネラル。スライムジェネラル。あら、困ったわ。日頃の行いかしら。あら、広告ありがとうございます。番組の後半でまとめて読ませていただきますわ。あら、山。山は日頃の行いかしら。なんだか気分が上がってきたわ。あら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 、みなさん見まして、見まして、見まして。
ごめんなさい。もう日頃いいことしかしてないってことね、私は。もう世界の平和も守っちゃってるかもしれないわ。ごめんなさいね。ごめん、遊ばせ。こうなることは分かっているわ。でも、別に動じないの。こんなことでは動じないわ。癒着だなんて失礼ね。皆さん、嫉妬という感情は、いいものを生まないわよ。嫉妬したって、あなたたちの荷物の中に、このコインが入るわけじゃないんだから。飯まず。ジェラシーなんて良くないわ。まだいけないいけない、みんながだんだんイライラしてきてる。みんながだんだんイラ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 してる。イライラしないの、イライラしないの。いやいや、ベッティは全然こんな、ここまでじゃないでしょ、ベッティは。イエーイ、磯部恵子です。ねえねえ。お手並み拝見じゃねえや、なんでこれ。お茶の子再会だわ。お茶の子再会ですよ、こんなもん。お手並み拝見は間違えた。やばい、磯部の真似するとコイン出ないの、それやばいな。やばい、磯部の真似してから白い。青い。先日のベッティの配信にメアリーランニューは、あ、そうそう、ベッティが誕生日の時にね、配信ここでしてて、で、乱入させていただいたんですよ。おう、なんかキュートな色が出たね。なんだっけこれは。ハグメタ。いいんじゃない、別にいいんじゃない。お、またはぐめてきたね。違うんですよ。こういう中途半端にいいやつが来ると、なかなか飛び抜けていいものっていうのは来なくてですね。悪いものが続きも続くほど、きっとね、いいものがね、パンと出るんで。もういいんですよ。いっそ全部白でもいいんですよ。きっとその後に幸運がね、導かれるか。皆さん、広告ありがとうございますね。後で読みますね。後半で読みますね。いや、マジすごいな。でもめっちゃ出てるな。持ってるなぁ。おっと、ごめん、遊ばしい。ごめん、遊ばしい。ごめん、遊ばしい。遊ばしい。ごめん、遊ばしい。ふっふー。あら、別にすごいようなことを経験したわけじゃないのに、いいこと来ちゃった。遊ばしい。これはね、もうね、あれですよ。お茶の子再会ですよ。ハグメタなん
か出始めたな、いっぱい。タグが何？タグがひどいって言ってんだけど、タグ全然見てないんだけど、何？タグ何なの？タグ何なの？いや、これ夢だったとかやめて。まあいいのいいの、こんなんでもいいの、全然。後で出るから、もう一丁。もう一丁出るから。スライダーク先輩、もう一丁現れるから。いや、すごいわ。ドラクエはね、もう人生を教えてくれる。上に。うん。こんないい思いをさせてくれるなんて。ドラクエってすごい。すごい。うん。こんなの全然 OK よ。まあ、でも確かに、メアリは人生変わったもんねって言うけど、マジで私はドラクエに人生を変えていただいてますからね。ドラクエに人生変わってますから。ほんまに。ほんまにほんまにな。変わったよね。変わったのよ。いやー、懐かしいね。いや、本当にいつも話すけど、ローソンダイエットからまさかこうなるなんて。そう。ですね、本当に。本当にね。ドラクエの CM まで出させていただいて、ほんまに。イレブンはもちろんやりますよ。本当にね。いや、初見メアリという人間の人生は、かなり恵まれた人生でござるな。恵まれた人生でござる。しみじみしてるでござる。リアル運の良さが高いでござる。でも本当に素に戻っちゃった。本当に俺っちは運だけで生きてるでござる。メアリの踊り動画をみんな見るべき。いや、それは見なくていいです。ちょっと上手すぎちゃうんで、私のダンスは見なくていいです。私のダンスちょっと上手すぎて目がつぶれるから見ない方がいいと思う。本気で。いやいや、いや、上手すぎちゃうかな。うん。ダンスやばいでござる。ではないでござる。目に優しい。ちょっとね。まあまあまあ、もう一回最後に。あ、これなんだっけ？来たーよ。4枚目。え、好きな4枚目。すごいね。私すごいね。あれ3枚目だっけ？あれ3枚目だっけ ?4 枚目じゃない ?3 枚目？あ、ごめん、エスキラじゃない。それさっきのスライムジェネラルだ。エスキラじゃない。
ございます。後でまとめて読みます。ぜひ最後まで見てください。エスキラ初かも。うん、エスキラ初かも、今回。エスキラ初かもしんない。アルティメット人狼でも同じな坂本さんが428のあの曲の作曲者と聞いてびっくり、ピアニカ持ってる変な人です。坂本さんはマジですごい人ですよ、本気で。坂本さんの音楽はもう震え立つよ。本当に。半端じゃないです。もうね、あんなことしてるけど本当に坂本さんは天才ですからね。落ち着きましたね。まあでも十分満足なんだけど、もうすでにかなりの満足ですよ。スライダーク先輩がだってもう2枚も出て、エスキラ1枚のスライムジェネラルが3枚、ヒュー、今日は何時まで、もうそろそろですね。あ、もうなくなる？お、もうなくなるじゃん。なんか急に地味になった。コツンコツン。でも昔はだって、前はこれが当たり前だったわけだからね。最初10連福引きってなかったから、ほんと1枚ずつ1枚ずつ引いてたんですよ。だいぶ楽になりましたよ、こんなの。そうですよ。コツ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 ようやってたな。ダンス見てきたとか見なくていいって言ったでしょ。白っ。いや、100連福引きとかあったらやばいでしょ。画面全体に広がってもう何が何だかもう。てか、画面全体にも多分入んないんじゃない？ 100 個。ラスト1。あはー、最後白い。お、これで来ちゃう？ですよねー。そんな世の中うまくいきませんよねー。はい、ありがとうございました。あれ、あ、まだあった、まだあった。はい、あ、もういいよ、十分満足したよ。もうない、もうない。いやー、だいぶ満足満足満足でした。お腹いっぱいです。イエーイ。ちょっと相場見に行こう。先にゴールドストーンを売って、その後相場見に行こう。ですよね、がナイエスっぽかった。マジ。花江様に失礼のないよ。ゴールドストーンだけどだいぶ儲かるから。さあ、いくらでしょう。うししししし。意外にこれやっぱゲスミン効果でかかった。ゲスミンやるなぁ。あ、こんかり方ございます。後で読みますね。スライダーク。へぇ !57万2600G。ってことは ?2 個で ?100?110何万ってことっしょ。もう下がってんの、やばい、もう売った方がいい、もう売った方がいいかな。マジもう下がってんの。114万8000G。いつ、今売るなら今、
ょっとアンケート取るわ、久々に。今でしょ？もう今しかなさそうな感じに見えるけど、念のため。下がる一方。マジ？今でしょ。今。今でしょ。売るなら今でしょ。明日売らない。いや今でしょだと思うけどね。まあ今だよね。今日か明日しかないのか。その他の人はコメントで打ってください。はい、結果見ます。はい、ダントツで今でしょでした。捨てるとかありえない。ちょっと妬んでるんじゃないわよ。じゃあ行っちゃうか。これでいい？114万8000ジリー。114万8000ジリー。よいしょ。見せ売りとか嘘でしょ。よし、じゃあこの値段で売りますわ。え、これ安い？マジ？え、嘘、安いの？こんなもんじゃない？ 2 枚やるもん、2枚。え、1個ずつ売った方がいい？え、もう下がってんの？え、さっき下がってる！下がってる、下がってる！やばいやばいやばい！やばい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 。やばい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 。え、もういいよ、2枚、2枚売るよ。いいよいいよ。この値段で売るよ。114万8000G。 まとめて買わん？一個ずつ？一個ずつじゃ売るわ、一個ずつ。早く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 。57万。欲張って2000にしようかな。57万2000にしよう。あ、まちょい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 50ちょいちょい1個だっつの。57万2000G。 やばい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 。もう一回もう一回もう一回。57万2000。え、なに間違えた？え、なになになに？あ、なになに？え、間違えてないでしょ？え、間違えてないでしょ？もうびっくりした。57万2000G。はい、これこれ。はい、ふぅ、売った売った。もうこれもう即郵便、郵便じゃないの。もうチリンチリンじゃない、チリンチリン。もういやいや桁大丈夫でしょう。いやもうこれは売れるでしょう。アクセルギアは完成してないよ多分。チリンチリン来ないな。チリン。え、きっとね、なんか、来たー、こねこね。めっちゃ溜まってる。来たー、うー。
たよ。来ましたよ。来ましたよ。まとめて受け取ろう。やった !1、10、100、1000万、10、100、1000万、10万、200万、211万で、多分合計で、メアリ銀行にはいくら？あ、広告ありがとうございます。後で読みますね。ちょっと待って。1、10、100、1000万、10万、100万。というわけで、合わせて約1000万近くございまーす。え？そうだね。1000万近くでね。1、10、100、1000万、10万、100万の772万5000ゴールドの足す211万5696G だから合わせて9840万6000って6800、30万696ゴールドでしょ。間違えた、9000万じゃない、984万696ゴールドだ。983万696ゴールドでしょ？できた！ということで、これは引き出しません。貯めるのが好きなんだよね。貯めて、その数字を見て楽しむんで、私は。まあ、装備も買いますけど。というわけで、まあ今日は、ちょっと皆さんには、ちょっと反感を買ってしまう配信になったかと思いましたが、私のリアル運の良さを皆さんにお披露目できたのではないかと、思います。はい、それでは広告を読みます。広告を読みます。広告を読んで終わります。帰り道気をつけてなっていう紳士がいる。面白かったよっていう優しい人もいる。みんな優しいね。どこからだ？ゲストさん読んでない？たまったあれをあれします。見に来てね。これ読んだっけ？ノマさん読んでしょ？イマさんの読んだでしょ？リンさん読んだでしょ？セイヤくん読んだでしょ？タカシーさんから読んでないね。スイさん、あれをあれする前にあれだったのであれからする配信です。ありがとうございます。クルさん、お肉の焼き加減はいかがなさいますか？ミディアムアレで、もうやわややこしいわ。ありがとうございます。隠れさん、初心者大社の中でもあれなメアリの配信です。ありがとうございます。56さん、あれあれあれだよ、あれ今あれっちゃってる放送なんで、ここありがとうございます。ハローさん、噂の美人声優の放送です。疲れを癒しに来てね。ありがとうございます。ヨッシーさん、メアリさん、僕は今日が39歳の誕生日ですよ。読まれるかな？読みました。おめでとうございます。ヨッシーさん、おめでとうございます。Happy birthday to you。 はい、DPP 新聞社さん、DQ10 出身者大使の美人が夜にあれをあれしまくるあれな配信です。ありがとうございます。DPP 新聞社さん、美人声優初見メアリさんのゲス声があれしてあれする配信です。ありがとうございます。皆さんもハッピーバースデーおめでとうっていう優しい言葉が、で、これを読んだかな。
おたまさんといまさんは読みましたね。はい、というわけで今日もね、うわ、たくさんの、広告をありがとうございます。にゃにゃ。にゃ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 。オッケー。はい、というわけで残り2分なんですけども、今日はこちらの枠で終わりにしようと思います。ほい。はい。よし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 。はい、というわけで、ん？なんか、売ったっけ？まあいいや。はい、というわけで、ありがとうございました。また次回、来週にはできるかと思います。やりたいと思ってます。はい。ので、ぜひぜひ、お楽しみにしていてください。あとなんかあったかな？告知とかあったか？あと DQ10TV は、みゆみゆとゆうじが出るのかな？確か。みたいですので、そちらの方も、ぜひ、お楽しみにしていてくださいませ。はい。